オりもえの水着配信もちろん見たよ。ハワイでな。もちろん見た。ずーっとここで見せた。<laughs> なんでお前のケツダメだったんだほんとだよ。<laughs> お前あのケツが許されてなんで俺ダメだったんだよ。ふざけんな。マジで意味わからん。おい、あのケツが許されてなんで俺のケツが許されてんだよ。おい。そう言えばよかった、今日。マジで。おかしくないっすかつって。 今日スイッチの人と喋ったから、いやいや、おかしくないっすかって言えばよかった。おかしくない俺の方がエッチだったのかなあまりにも性的に見えた俺。そういうことだよね、多分ね。運営が俺のことをちょっと性的に見てるってことでしょう。もうそういう売り方やめよっかな、38になったし。もう性を売りにするのやめるわ。決めた。 ごめんな。俺もいつまでもグラビアアイドルとしてさ、脱ぎ続けようと思ってたんだけど、もうやめる。脱ぐのやめる。料理とかする、料理。そういう芸風やめる。もう。だってこの前さ、上裸で歩いてたらさ、中屋、あの、スタッフにさ、おじいさんの体おじいさんの体してますねって言われちゃって。ついに俺もこの体で食っていけなくなったんだなって。おじさんの体してますねって言われちゃった。解除しないでね。 俺が脱がないからって。解除するさすがに。さすがにするか。新しい視聴者つけてくわ、じゃあ。俺の体に興味ないやつ。仕方ないよね、でもね。結局俺なんてそういう体のやつだもんな、みんなな。